こう亀有になって普段やっている教室を皆さんに見ていただきたいなと思います。まずはスポーツ教室、毎週水曜日女性限定で、はい、ここ何時から？6時から、はい、行っています。では、講師のレオにバトンタッチします。はい、じゃあまずトップバッタースポーツ教室、練習の方を見ていただきたいと思います。よーい、スタート。右、頑張れ頑張れ。左、いけいけ。10秒経過、前、いいぞ。後ろ、よーい、スタート。右、前、左、10秒経過、後ろ、左、終わりです。はい、ありがとうございました。お願いします。お願いします。じゃあリカちゃん、おお、オーケー、お願いします、はい、OK です。じゃあ5点、はい、OK です。次は前転の1回転の前転でいきましょう。おー、OK、 OK です。お願いします。はい、OK、 お願いします。はい、はい、OK でした。じゃあ後転バージョンで、はい、OK です。はい、OK です。はい、OK です。じゃあ次測定いきましょう。
OK。はい、
中津さんのトレーニングでした。久生君も普段は、ここスポーツ教室をやっている時間帯にあのパーソナルを受けてくれているので、リング上であのやることはあまりないんですが、今日はこのダダを使っていきます。ダダトリング皆さんご存知ですか？サッカー選手とか陸上選手がよく対応して足こんがらがりそうなやつ。そうですそうです、はい、まあ、足をこんがらがせ出せるやつ、ね、はい、これ体験してみたい人いますか？
だんだんレベル上げてきましたが、はい、右足から入って右足から出る、右足から出
なんかいろいろあるんじゃないかなと思って、ロープアップ、ただロープを走るだけじゃなくて、いろんな動きをやってます。皆さん健康のためにプロレスのリングを使えたら本当に素敵だなと思ってローパーククラブをずっと続けているので、興味があったらぜひ来てみてください。最初はみんな初心者で走ることもできなかったけども、だんだん走れるようになるので、安心して、通ってみてください。ローパーククラブ、次回は5月の20日かな、10日、5月10日と20日、今月はあるので、もし興味のある方いたらぜひ参加してみてください。健康になって、皆さんが長くプロレスを応援してくれたら一番嬉しいので、はい、よろしくお願いします。以上で各教室発表会を終えたいと思います。皆さんありがとうございました。生徒の皆さんも、それぞれの目標に向かって、はい、一緒に頑張っていきましょう。はい、これからもよろしくお願いします。